今彼女の口から山見先生、山見先生っていう名前が出てるんですけど、違う人と間違えてませんか？いやいや、ちょっと待ってドキッとしました。食で SFC ってそんな聞いたことないと思うんですけど、この半年間ぐらいの成績はどうなんですか？じゃあ落ちるとしたらどういう理由で落ちるんですか？あ、危ない危ない、そっかそっか。絵が全然浮かばないんですけど、初めてね、ちゃんと受け答えのできる子が大学のことばっかり調べてて、足元の勉強あんましてないんじゃないかな。 SFC いけんじゃないのっていう風に思ってんじゃないのかな。できます。めちゃくちゃ意地悪な質問していいですか？なんか僕喋るより代わりに喋ってもらったらいいかな。このプロの方に何て言うかな。こうやって想定されているね、事象は崩されていくわけですね。ではどうぞ。